はい、皆様ごきげんよう、ピエトロです。今回はデビルグラム、サタンの最高のプレゼントを、リアクション実況していきたいと思います。ということで、この前の、サタン誕生祭の生誕祭の、報酬でございますね。はい、実況することはかなわなかったんですけども、カードははい、なんとか手に入れていたというところで、はい、申し訳ございませんでした。サタン様、もうあなたがもう魔界で、はい、一番強い一番まあきらびやかっていう言い方をしておきましょうか。はい、でございます。なんでね、はい、どうかお許しのほど、お許しのほどっていうことでお金も、はい、もういくらでも積みますんで、お許しをということで、サタンの、最高のプレゼントを実況していきたいと思います。はい、もう忖度タイムずっとしばらくは続けていかないといけないので、いやー申し訳ねえ。最高のプレゼント、はい、もう私がプレゼントになります。私が最高のプレゼントになるかなんてちょっとおこがましいことを言ってしまったんですけども、頑張って最高のプレゼントになりますんで、じゃあ少し日は過ぎちゃったけど、シメオン、改めてサタン誕生日おめでとう。はい、誕生祭のちょっと後みたいな感じかな。もう何度目かな、おめでとうメタ発言やめてね。もうまあ悪魔だから仕方ないか。俺たちずっと学生だなみたいな。ありがとう、祝いの言葉は何度もらっても嬉しいな。はいはい、お待たせ。かわいい。はい、お待たせ。ルーク特製のチョコミントのホールケーキだよ。人間界のお菓子を参考にして作ってみたんだ。何でも作れるね、ルーク。食べてみて、サタン。ほら、ピエトロも優しいな。ルークは今夜私の部屋においで。サタンの誕生祭の、デビルグラムでルークを部屋に連れ込む。うん、うまいな。何度部屋に連れ込んだろう。本当、よかった。よかった、よかった。平和。幸せな空間、うん、うん、サタンが嬉しそうで何より。おい、シミオン、ソロモン、どうして俺を挟んで座るんだ。サタンの誕生祭だからね。で、私が眼前にいて、私の隣にはルークがいる。なぜかルークの誕生祭みたいになってるけども、ん、ダメかな。みんな、なんだあそこイチャイチャして、狭い、それに嫌な予感がする。シミオンとソロモンに挟まれることの恐怖心が鋭いね、サタン。実はちょっと手伝ってほしいことがあるんだ。あのね、予感的中か。はい、ここもう頭いい人しかいないんですけども。お、キッチンだ。手伝ってほしいというから何かと思えば、なんかこれ何なんだろう。木材でいいのかな。なんか奥にかかってるお玉とか金に見えるから、ちょっと金の装飾ねしてあるんかなと思った。展開のキッチンだろうからね。まさかケーキ作りの手伝いとはな。はい、自分のケーキは自分で作ってねということで、ルークがさっき作ってくれたけども、手が足りなくてさ、サタンとピエトロが手伝ってくれたらすごく助かるよね、ルーク。あー、ルークにも言わせようと。この男、シミオン作詞、うん、助かる。うん、じゃあ断れない。その代わり今夜私の俺も手伝うって言ってるのに、うーん、ソロモンは応援してほしいな。ソロモンはほら、味見っていう重要な役割があるから。シミオンの頭の回転の速さ、今もう目まぐるしいスピードで多分回転させたんでしょうね。味見係だって作る手伝いくらいできるよ。いやいや、ちょっとね、それはルーク頑張れ。ルークも頭をひねり出すんだ、知恵を。お菓子や見た目も重要だ。途中経過を加味せず完成品だけを見て忌憚のない意見をもらいたい。さすさた、さすさた、ありがとう。これでみんなの命が守られた。それは確かに、はい、ソロモンも納得させるような、はい、理由を言うことができました。サタン、ナイス。そういうことなら俺は部屋に戻ってるよ。ディアブロから頼まれていることもあるし、はーい、味見係よろしくお願いします。あ、ゆっくり待っててくれ。それにしてもどうしてケーキが必要なんだ。はい、実はね、ディアブロからの依頼なんだ。ディアブロからの依頼、サタン誕生日の一応報酬なんだけどな。ディアブロが人間界でヤタガラスの取引先の、重役を集めてパーティーを開くらしくてさ。人間界に行くの？そのためのケーキを業者に発注しておいたんだけど、手違いで必要な日に届かないんだって。手違いね、それはどっちのねえ、ディアボル側の手違いならいいけども、業者側の手違いであるなら、はわわわわわわ、ディアボロ様のね、発注を間違えてしまったということで、もうもしかしたら倒産の危機に追いやられるかも。魔界の業者に頼むわけにもいかなくて、こっちに声がかかったってわけで、あ、人間界の業者ってことね。さっき2人に食べてもらったチョコミントケーキもそのための試作品なんだ。なるほど、何個か作るってことね。だったらルークとシメオンで作ればいいだろう。
もちろん俺たちも作るんだけど、いくつも作るならバリエーションが多い方がいいかなって。まあね、何がヒットするかわからないね世の中でございますから、協力しよう。サタンとケーキを作りたい。はい、サタンとケーキを作りたい。はい、もうサタンに忖度していくスタイル。わかった。仕方ないな、協力しようということで、ちょっと喜んでもらいましたね。ピエトロナイス。はい、サタンも、持ち上げて、作ることに意欲的になってもらいますと。はい、じゃあ、下のペンシア、こっちか、チョコケーキってこれ見たやつだね。間違っちゃった。いいよ。あ、違うね。そのまま続いてたのか。さすがメゾン伝国、お菓子作りの材料に関してはストックがかなり充実してるな。サタンもお菓子作りに関しては知識があるんだね。これなら何でも作れそうだが。そうだな、ああオーソドックスにチョコレートケーキを作るか。いいね、チョコケーキ大好きよ。チョコレートが大好き。ルークたちと違って俺たちは素人だからな。あ、知識はあるけども実践はってことね。簡単なものをレシピに忠実に作るのが無難な。まあ美味しいものがレシピだからね。それじゃ手分けして取り掛かるか。はいよ。何しましょう。あっし何しましょう。チョコを刻む。生クリームを泡立てる。チョコを刻む。生クリームを泡立ててクリームまみれになってサタンに舐めてもらうという寸法で。なら俺はチョコを刻んで、湯煎しよう。あー生クリームが、あー生クリームがいい感じに泡立ってきたじゃないか。くそー生クリームめ、釘を読め。おいペトロ、あ生クリームありがとう。頬にクリームがついてるぞ。ほら取ってやる。じっとしてる。ん、なぜ目を閉じて口先を出すんだい。あーチュッてくると思ったのに。よし、あとはデコレーションだな。待てピエトロ、クリームを絞る前に、リラックスだ。なんだい、緊張していると失敗しやすくなるぞ。ほら肩の力抜いてドキン。そんな逆に緊張しちゃいます。お二人さん仲いいね。熱い視線を感じるよ。シミオンか、そっちはどうなんだ。うん、俺とルーク合作のケーキは無事に完成した。早い、こっちもあと少しだ。待っていてくれ。はい、どんなケーキができるのか。チョコレートケーキはチョコレートケーキだけどどんな見た目になるのかな。よし、無事にケーキが完成したぞ。ルークたちは何作ったんだろう。さっきはチョコミントだよね。これであとは明日パーティー会場にケーキを運び込むだけだな。人間界に行くのか。おお、天使も舞い降りる。そういうこと。ちなみにケーキ搬入係は人間界に行ける許可取得済み。なるほど、人間界行きたい。あ、ルークは行けないのか。それはこちらとしても譲れないな。あ、なるほどね、人間界に行けるのは限られた人物のみということか。じゃんけん、じゃあ公平にじゃんけんで決めようか。ねえ、公平ですよね。そのこと黙ってたら人間界に行けるのにちゃんとサタンにも言うっていうあたりが、はい、正々堂々、さすが天使。じゃんけんに勝った人がもう一人誰かペアを選んで人間界に行けるっていうの。おお、どうしよう、これで私選ばれなかったらどうしよう。オベイミンもアンインストールするかもしれない。いいだろう、受けて立つ。よし、行くぞ。最初はグー。お、これまさか選択肢来る？それとももう勝ち確ルート。じゃんけんあるんかい。パーチョキ。読め、私みんなの心理を読め。あー、パーかチョキ、パーかチョキ、パーかチョキ。ここはもう何もなさそう。パーポン。うわ、サタンの一人勝ちだ。優しい世界サタン。じゃあ決まりだな。人間界に行くが俺とルークだ。トゥドゥーン。そんなことはなかった。よかった。俺とピエトロだ。ありがとう。サタンとルーク。ルークもどうしてると思うだろうね。シメオンから話は聞いてますよ。サタン、ピエトロ、ケーキ作りと運搬の件ありがとうございます。いえいえ、普段着のままでいいと言われたんだがこれでいいのか。ええ、問題ありません。さあ人間界へ参りましょう。バチバチバチ出た。バチバチ。あー、体が吸い寄せられて、気がつけばそこは一面の雪景色ということで、結構長いですね今回のデビルグラム。大体デビルグラムって10分前後なんですけど、10分超えそう。話が違う。服装が変わってる。どうして俺たちが給仕係をしなくちゃならないんだ。見せて、あはー見せて、あはースキップしちゃった。ごめんなさいごめんなさい、ちょっとイケメンな2人を目の当たりにちょっとテンション高ぶってしまって押すボタンを間違ってしまった。もう一度、はあ、2人並んだところで、ハイドしたい。イエス、ははー、いいね。そのめちゃめちゃ僕好きな色だな。そのブルーの、その緑とブルーの中間色みたいな色めちゃめちゃ好き。何色って言うんだろうこれ。エメラルドグリーン、エメラルドグリーンではないか。エメラルドグリーンよりちょっと濃いめと言いますか。いやー、いいでござりまするな。
やっぱでもあれなんだよ、バラバタスはそれ中華チックのやつで、あーははーん、ちょっとごめんなさい、鑑賞タイム入ってます。かっこいい、イエス。じゃあ進めます。お二人とも大変お似合いですよ。私も着てるのね。ホールの人手が足りなかったので大変助かりました。この野郎一応私というかサタン、お誕生日様の後日なんだけども、ケーキを運んだ後はペトロと人間界を楽しむつもりだったのに。ええ、それはもちろん楽しんでください。ここも人間界でございます急遽給仕係を引き受けていただいたお礼にそれなりの報酬ご用意しておりますね。それなりの報酬。サタンは本を思い浮かべて、私はお金を思い浮かべる。デビルポイントでいいんですけどもそれからコールチケット。報酬、ええ、数日間の船旅です。そんなに、え、めちゃめちゃいいじゃん。クルージング、はっ、がぜんやる気が出てきたぜ。引き受けるしかない。船旅って二人きりでちょっとね、ドキンと。もちろんです。あはん、それを先に言え先に言え。びっくりマークのあれに笑顔なんだよな。で、このケーキを切り分ければいいのか。ウェルカムドリンクの用意も必要だな。さすが博識。なんなら会場に入ってすぐの場所にドリンクでタワーを用意して。ちょっと落ち着いて落ち着いて、サタン。いくら私と二人きりで船旅をするのが楽しみだからと言って落ち着いて私もちょっと片言になるっていう。実に有能な助っ人で何よりです。はい、もうね、サタン執事似合うもんね、バラバタスに次いで。まあみんな似合うか。ふう、ドリンクサービスは一段落だな。さすがディアボロのパーティーだ。思ってた以上に忙しいな。ねえ、もうだっていろいろな人たちが押し寄せてね、え、まあいろいろ悪い人たちも押し寄せてね、殿下に媚びへつらうだろう。だがこれが終わればあとは二人きりで過ごせる豪華な二人旅、二人きりで過ごせるということでね、そういう二人きりを主張してね、参りましょう人間界ならうるさい連中邪魔入らないしなうるさい連中ね。夜は二人でゆっくり過ごそう、ピエトロ。夜は二人で、ああ、これが終わったら夜だからってことね。ああ、なるほど、私が勘違いしてました。いや、はしたないわ。うん、やけに会場が騒がしくないか。ああ、わかった、殿下のご登場だわかりやすい強そう、うわー、強そう。なんかもう服従してしまいそうおベイミーって言っても服従してしまいそう、自分が。皆様、今宵はお集まりいただきありがとうございます。ここに集う皆様に心からの感謝。これからも人類のため、世界のため、共に大きく発展していこうではありませんか。規模が大きいディアボロ、さすが向かいを滑る。ここにいる殿下はヤタガラスグループのオーナーで人間界の若き実業家だ。あ、なるほど、人間界の顔があるのね。それ本編でもある、本編ではあるのか。今僕初めて知ったかも。ヤタガラスグループのオーナーで人間界の若き実業家だ。なるほど、人間界で若き実業家って、え、じゃあめちゃめちゃ人間界では知られてるんじゃない、若手イケメン実業家として。ラットで見る殿下とはまた別の顔だなラットでは学生なんだよな、一応。いつか俺もやがてはラットを卒業する。はい、その後どういう道を歩むことになるんだろうな。やっぱり魔界で暮らすの、人間界にも来てくれる、私は帰るという前提ね。まあ私交換留学生だもんね。やっぱり魔界で暮らすの、俺は悪魔で魔界は悪魔の生きる世界だからな。以前までなら、漠然と魔界でいつまでも暮らすんだろうと考えていた。大事な話言ってくれそう。だが今は違う、君と出会っていろんな選択肢があるのだと思えるようになった。俺はいつも君と共に生きていたい、ピエトロ。これもプロポーズですけど。殿下のスピーチが終わったね。殿下のスピーチ、いいところで終わるんじゃない今会場の全員が、壇上の殿下に注目している。俺たちを気にするやつは一人もいない。あら、あなた、まさか。キスする、今のうちに食べるくっそー、下も見て、下も見て、上も見てまあね、今、まあでもキスなんだよ。今のうちに食べるって選択肢も見てみたいけどな、うん、こんなご褒美があるなら人間界の給仕係も悪くないな。はい、今のでね、ご飯を食べる選択肢を選んでいたら100年の恋も冷めてしまうかもしれないという。次は取引先代表のスピーチが長くなりそうだな。ということはもう一度キスのターンか。こっそりキスするには都合がいいけど、あー、なんて、皆さん、この子いたずら坊やですよ。ううこやつ欲張り三目、何がふんどだ、聞いて呆れるぜ。
船旅すごいなということで。おほー、なんじゃこりゃ、今回着替えてばっかだね。はあ、さすが誕生日のデビルグラブだね。長いね。あとすげえいい、わあ、豪華客船だ。なんだこれは、ベッド一つ。はあ、すげえ。あなたもいいね。やっぱその色似合うね。いい朝だな。あれ、いい朝だな、いい朝だな。あれ。朝日を浴びると人間界にいると実感できる。大丈夫。消滅してしまうな。あー、実は朝日ダメだった、サターンっていう展開にならないかな。不安だ。海の上で潮風に吹かれて、隣には君がいて、グラスにはデモナス。デモナスはもう必然ということで、俺たち二人でこんな贅沢をしていると知ったら、あいつらどんな顔するだろうな。はい、怒り狂うでしょうね、嫉妬で。それにしても昨日は驚いた。昨日は、昨日の夜のことを言ってるんですか。誕生日を祝うメッセージカードと一緒に高級でもなさ料理やケーキが用意されているとはな。さすがディアボロとバルバトス、客室が間違っていないかバルバトスに確認したくらいだ。さすがバルバトス。バルバトスは私たちの関係を温かく見守ってくれたのね。年下からの誕生日プレゼントということだが、さすがにスケールが違うね。まあそんなことより、あいつらから離れてペトロと2人でのんびり過ごせるのが俺にとって何よりプレゼントだ。はい、まだ数日間なんですね。数日間楽しめるということで、このまま船でどこか行きたいところはあるかペトロ。そうだね、知らない国へずっと海を漂いたいっていう言い場所してみましょうか。あなたと一緒に永遠にいたいということで、このまま波風風まくさで漂流するのか、それも面白いな。船は豪華で数日海の上で過ごすには申し分ない環境だ。はい、多分コックとかもいるんでしょうね。おや、昨日君に2人で過ごす未来の話をしただろう。その未来を招くために大切なことがある。何でしょう。俺には本と猫があればそれでいいと思ってた。だから今本と猫マストなの。今は君がいないとダメだピエトロ。本と猫とピエトロ、さあ一番上は何なんでしょう。つまりはっきり言ってよくわからない。つまりはっきり言って、はっきり言ってくださいよ。遠回しの言い方では許してもらえそうな。な、はい、もう目ギンギラギンですよ私。つまり、うん、俺には君しかいない、共に過ごす相手は君しか考えられないということで、もうプロポーズにプロポーズを重ねられてるんですけども、俺のそばで俺と生きてくれピエトロ、プロポーズだ。あー、返事を聞かせてくれるか。好きだよ、分かった、おー好きだよにしましょうか。すごいね、もうさすがデビルグラム、もうこの世界線ではもうあなたと私しかいないみたいな感じね。はっ、あ、俺もすごい壮大に BGM かかってるけども、あ、俺も君が好きだ、抱きしめたいペトロ、結成しても喜んでということで、はい、今まで長らくオベイミーをご視聴してくださった、視聴者の皆さんありがとうございましたみたいな勢いなんですけども、イエース、うん、キス多い、そして抱きしめて、そのままベッドにゴーイン。俺の腕の中に秘められる君に出会うまでこんな幸福があるとは知らなかった。手を出してピエトロ、あ、そんなものまで、いつか時が来たら君に渡そうと持ち歩いていた、今がその時だ。俺からの気持ちを込めた指輪だ。人間はこうやって永遠の愛を誓うんだろう。やかましくてすいませんね、もうテンション爆上がりで。だからこの指輪に誓おう、君のためだけに生きると。愛してるよピエトロ、私もよサタン、ということで、もう画面が真っ白になって右下にフィンとかエンドとか出てきてほしいぐらいの勢いでございましたけども、過呼吸なる。はい、ということで、すごいすごいよ、今回のデビルグラム、最高のプレゼント、すごかったね、もう感想すごかったね、ね、もう甘々かと思いきや壮大かと思いきや、まあもうね、これ以上ないぐらいのハッピーエンド、さすがデビルグラム、そしてね、誕生祭にまつわる、はい、カードということで、いやすごいね、興奮収まりきれないけども、大丈夫かな、発さないことをいろいろ実況で言ってないかな、そこだけが不安だ、多分言うてるんだけどね、まあちょっと見逃していただければなと思います。ね、よかった、コメント見てみんな、一番下のエンジェルークの、船旅すごいなっていう船旅のところにしか、着目を置かないルークを置くことによって、はい、生々しいところはもう全カットということで、さすがルークということで、サタン最高のプレゼント、はい、デビルグラムリアクション実況でございました。いやいや楽しめました、最高でございました。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。